吉田さん、なんかね、麻雀の進化っていうのはね、結構凄まじくって、麻雀の卓ですね、昔はこうやってジャラジャラジャラ手で回してたんですけど、最近はこうやってやらないんですよ。機械がもう混ぜてくれるんですよね。で、機械が手配も出してくれて、なんならドラもめくってくれるんですよ。で、しまいにはこのね、実はね、あるレポートで、こう全自動麻雀卓の究極の形っていうのは、もう自動的に積もって自動的に切ってくれる、最適な牌を切ってくれるっていう自動卓があるんですよ。これ本当ギャグみたいな話で実験があってね。そうなるともう人間がいない方が誰一人ミスすることなく麻雀が進んで、さあどうなるって話だったんですけどね。だから自動化の行き着く先はそういう風になるんじゃないかなと。だからミスするから人間はちょっとね、味わい深いところがあるかもしれないですけども、でもやっぱミスってみんな避けたいじゃないですか。で、しまいには自動的に麻雀やってるところを見ながら、なんか新しいね、シンギュラリティっていうか、新しい楽しみ方をそこで見つけるみたいなのが麻雀の楽しみ方になるかもしれないですね。まあ、というのがね、サッカーとか野球とかって結局試合に参加する人がいて、適度に人間だからミスもするし、適度にラッキーも起きるじゃないですか。それをプログラミングでやると、もはや人間じゃなくても楽しめるようなことになるんではなかろうかな、というところまで来るんですよね。で、ぴったりミスしないような、その全自動麻雀とかができたら、ミスしないから楽しいのかっていうね、そういう世界に来るそうなんですよ。なかなか興味深くないですか、これは。まあでも医療の世界ではミスってのはできればない方がいいじゃないですか。でも医療にはミスがあるからドラマが生まれたりとかね、なんかこうヒューマンエラーとかっていう分野があったりとか、切磋琢磨があったりとかして、そこに人間ドラマかなと。なんかもはやね、人間がいなくなる時代が2045年来るみたいですけども、もうそうなったら新しい新境地が開かれるかもしれないですね。